この番組は神伝説を残す男たちの記録である。今日は何て言われてます？今日はな、東方村に行くって言われまして、もうそれ以外何も知らないです。何も聞いてない？何も聞いてないです。じゃあ行こうか。なんか最近それ怖いですよね。じゃあ行こうかって。天神アクターと東方村の出会い、それは2年前の7月まで遡る。やってきました、東方村。イエーイ。くまモンに続くご当地キャラクターを作ろうと始まった企画。福岡県にある60市町村のうち、ご当地キャラクターがいない地域の中から白羽の矢を立てたのが東方村だった。美術が得意なマークが東方村の良さを生かしたキャラクターをデザインし、村長を含む15人の村民の皆さんにプレゼン。そして選ばれたのが、東方村で有名なホタルをモチーフに、頭には小石原焼き、そして棚田をあしらった非公認キャラクター、トホッピ。そして去年2月、再び東方村を訪れたマークにある使命が託された。ここにトホッピーのシールが2300枚。マジで？これを全部村内で配るかね。東方村の2300人の村民の皆様一人一人にこれを配る、うん、配るんですか？いい考えやろ。東方村の村民2300人全員にトホッピのシールを配り、認知度 100% を目指す神伝説に挑戦した。このキャラクターって知ってる？知ってる人？知ってる人？トッピー！すげえ！すげえ！何か知ってる？10日間東方村に住み込み、一軒一軒地道にシールを配ったマーク。あれからトホッピはどうなっているのか。わー、久しぶり、東方村。あ、こんにちは。こんにちは、おはようございます。おはようございます。僕ちょっとまた詳しくはまた、はい、わけも分からず役場へと通されるマーク。おはようございます。失礼します。そこで待っていたのは、こんにちは、村長。こんにちは。久しぶりです。どうも。こんにちは。東方村渋谷博明村長。しかしなぜマークを呼び出したのか。ありがとう。元気ですか？まあ、よく来ていただいて。もちろん。いやいや、今日はね、マークにね、とびっくりびっくりさせることがあるんだよ。何ですか？それはね、ちょっとじゃあ待ってな。じゃじゃーん。これ東方村の公認キャラクター、トホッピーだよ。トホッピー公認になったんですか？はい、なるほど。マー君のおかげで。マジですか？企画スタートからおよそ1年半、トホッピがなんと東方村の公式キャラクターに認定されたのです。若干色味に変化はあるものの、マークが考案したフォルムはそのまま残されている。いや、ほとんど変わってないでしょ。ちょっと待ってください、誕生日2017年12月29日ですよ。僕の誕生日と同じ。わ、全家庭を回ってくれたおかげで、はい、皆さんの了解が得られて。いや、本当ですか。今回昨年の7月に、はい、東方村はね、甚大な災害に遭いました。このマークの作った公認キャラクタートホッピーで、また元通りの村、元気な村を作っていきたいんだよ。
筑後川の上流です。川の水は濁り増水している状況です。7月5日から6日にかけ九州北部を襲った集中豪雨、大きな被害を受けた大分県日田市、福岡県朝倉市、そして天神アクターとも関わりの深い東峰村では死者40人、行方不明者は2人、今もなお1200人以上が仮設住宅などで避難生活を続けています。災害から10日後、マークは東峰村を緊急取材。よかったよかった、一気に元気出たよ。お世話になった村民と涙の再会を果たした。さらに三竹、岡とともに東峰村のボランティア活動にも参加、東北を通じ一日も早い復興を応援してきたのでした。全国各地からいろんなやっぱ支援もいただいたし、何よりもやはり日本人の人たちの心、これがもう本当に伝わってきた。本当に、やっぱり僕たちはそれに今度は応えていかないかん。どういう応え方があるかというと、やっぱり復旧復興を早く成し遂げて、そして昔の東峰村の状態をまた蘇らせんといかんと思ってるんですよね。そのためには東ホッピーがいるんですよ。マー君の大きな功績がこの東峰村にはキャラクターとして残ったわけだから、まあ、今後もねマー君しっかりとまた東峰村を応援していただいて、村民の方に、力をね与えてほしいなと思ってます。もちろんです。ありがとうございます。してください。